結構月投資額に対して十分な収益というか、本当によかったらあの放送で一件どころかもっと決まるはずなんですよ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。エドモンドプログラミングスクール森さん登場ということで、お久しぶりです。お久しぶりです。フランチャイズ版タイガーファンディングに出ていただいたのがいつなんでしたっけ？7月とかになりますか。7月に収録、はい、8月放送、そんな感じかな。結果はどうなったんでしたっけ？まあ雰囲気的にはごめんなさいに近かったですね。ごめんなさいみたいな。で最後林さんが、はい、本部の学校の生徒のよしみで、はい、ということですね、はい、その時の虎のメンバーは竹村さんがいて、株元社長、はい、入江社長、はい、岩井社長と林さんですね。あ、はい、株元さんと岩井さんいたの、はい、それはなかなかきついね。いい？いや、きつかったよ ね、まあ、きついね。特にあの岩井さんがね、ビジネスモデルのところを進めましたからね。もうね、ただでさえ株元さん厳しいのに、うん、岩井さんも塾業界の教育情報誌みたいなのやってるから、いろいろそういうの詳しいんだよね。で、入江さんがね、やっぱ面白いビジネスのアイデアとかを言ってね、こちらなんですけれども、入江さんが YouTuber と組むべきだとかね、いろんなアイデアを教えてくれましたね。そうそうだ、はい、マインクラフトっていうものを、その価値っていうのをね、入江さん一番分かってたから、はい、これはすごいんだと、うまく使えばっていう感じで、こういったんだけど、そのビジネスモデルのところで詰められて、こうなったっていう。そうですね。どうでした？放送の反響はありました？放送を見て興味持ってお問い合わせしてくださった方であるとか、はい、加盟してくださった方もいるしっていうところで、まあ、反響自体はあった。放送見て加盟もあったんだ。何加盟あった、はい、放送からだと今決まったのが一つなんです。おお、まあ一つでもね、すごいね、はい、じゃあ僕がそこでガッツリって言ってればその一件もらえたわけですね。いや、惜しいことしましたね。そんなことばっかり考えてるからもう。いやけどね、別にそういうのはいらないから、とりあえずゆっくり考えましょうということですね。何回も何回もね、打ち合わせしましたよ、ね、はい、何回しましたっけってね、そんな何回もってほどでもないから。放送終わってから毎月させていただいて、うん、そうですね、はい、毎月してメッセージのやり取りもして、入江さんのところにもご相談に行ったりして、結構考えたんですけど、やっぱりね、いろんな YouTuber さんと組むのも大抵のあることだし、でも一応プランはできてます。だからそれを次々やっていくんですけど、どれが当たるか分かんないし、やりながらです。でも現状でも成功加盟校出てますし、詳しい数字のことまた機会があれば話しますけど、もう結構月投資額に対して十分な収益というか、一番いいところはいくらかけて月いくら儲かってるんでしたっけ？初期投資が150万ぐらい。はい、そして月いくら儲かってるんですか？今30数万円、まあ、30数万利益が出てる。あ、利益が出てます、うん、っていうのがほとんど悪くないね、うん、で、他もなんか赤字とかありましたっけ？先月始めた方が、ね、まだ少しあるんですけども、そういうのあるけど、はい、まあ、もう作って何ヶ月か経ってるところだと、ね、ゴールデンウィークより手前に作ってるところだと赤字はないですね、うん、という感じはします、うん、はい、そうね、意外といいんだなと。初期投資が低いからね、全く来ないってことはないわけでしょ、うん、でもそんなにいいのに僕もごめんなさいを出しそうになったり、本当によかったらあの放送で一件どころかもっと決まるはずなんですよ。何かが問題があるわけですね。なんでその問題を解決しながらですけど、僕も一緒にいろいろ手を打っていこうという段階で、やや見切り発車ですけど、意外と何回も打ち合わせするともっと打つべき手はいろいろあるんだけど、魅力が伝わってないんだけど、現状モデルとしてそんなに悪くないと判断しました。なので11月5日土曜日15時半会場16時スタートで加盟説明会をしたいと思います。そしてですよ、なんと僕もびっくりしちゃったけど、まさかの人が加盟してまして、うん、今日はこんなもんにして、明日からそのエドモンドプログラミングスクールの応援団長になると自ら加盟して、これはね本当に素晴らしいものだから、この魅力を伝えたい。絶対森さんより上手にこのねスクールの魅力を伝えられる人なんですよ。それは誰が来てもそうだと思う。誰が来てもね。いやだけどその大物を加盟させたことによって、はい、まあ、分かってくれる人は分かってくれる。いや流れがね変わることはありますから、うん、ということで、うん、応援団長明日呼びたいと思いますんで、コメント欄に誰が一応ですね、フランチャイズチャンネル、令和の虎、年収チャンネル等々、ビジネスチャンネル界隈の中での登場人物の一人です、うん、ほーっていう人は加盟しますんで、皆さん予想をコメント欄に書いてみてください。ちょっとヒントが少ないんじゃないですかね。そうね、バレちゃうけど、公演
それは何でも分かるんじゃないでしょうか。分かるでしょうか、うん、ああまあいいや、はい、というわけです。武田塾では幹部候補を探しています。社会人としてワンランク上の力を身につけたい人は必見です。詳細は概要欄から。